ハバナ区配駅部ふかる駅での近郊列車、ハバナ近郊鉄道は、キューバ共和国の首都ハバナ市及びその郊外にて運行されている旅客鉄道網である。東鉄道は、国営企業であるキューバ鉄道が所有しており、カリブ海の島で唯一の近郊鉄道となっている。ハバナ市の外部では、アルテミサ州及びマヤベケ州にある大都市圏のいくつかの町で、 旅客鉄道網の運行がされている。マタンサス州の国一部では、ハバナカサブランカの駅からマタンサスまでのハーシー、電気鉄道がキューバで唯一の電化路線として運行されている。1921年に、ハバナ市のラピットトランジット網の建設に向けての計画がすでに研究されていた。キューバとソビエト連邦の関係のために、九百七十年代、 後半及び1980年代に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の地下鉄網を基礎とした地下鉄向けの他の計画が研究されていた。1991年のソビエト連邦の崩壊後、そしてキューバ政府の資本不足の結果、ハバナメトロのための仮説を破棄している。旅客鉄道網は、以下のハバナ市の3つのターミナル駅から発車する8路線からなっている。 旅客鉄道網は都市交通としての限定された利用としており、主に首都を取り巻く郊外及び街での運行を想像している。料金は非常に安く国家より助成金が支給されている。列車の運行頻度は低く、ルートごとに日々の発車が2から5本で変化しており、列車編成はいくつかのルートで2両、または3両編成の客車及びディーゼル機関車からなっている。 いくつかの駅ではバス網及びハバナ市の主要な公共都市交通であるメトロバスに連絡している。2012年現在、キューバ政府は鉄道網の活性化及びサービス拡大のために努力をしている。ウィキメディアコモンズにはハバナ近郊鉄道に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。